人の顔色を気にしてうまく人と話せません。人とうまく話すことはありますか。うまく話さなければいいんじゃない。なんだろうな、例えば日向さんっていう僕の友達で、あのブサイクで性格の悪いデブがいるんですけど、であの人ってやっぱ話をする時って目の前の人はみんな、あ、なんか性格の悪そうな顔色の悪いデブがいるぞと思って見て話しかけるわけですよ。で最初からそういうハンデを負ってるので、そこをなんかイケメンみたいにうまく回せるようになろうとかって無理だと思うんですよ、そういう顔なんで。はい。で利用者宅へ訪問して、あのさ、これ何言及でいいの、針の球って。僕これ読み方わかんないんだよね。たくさん呼びかかるようにしたい、今風に周知する方法を教えて。タレントさんとかにをやってインスタグラムとかに上げてもらえばいいんじゃないですか。なんかインフルエンサーってやつ。アパレルの会社員などですが、仕事は好きですが収入が漠然と不安です。どうしたらお給料上がると思いますか。上がりません。アパレルは上がりません。アパレルとかテレビとかそのゲーム業界とか、人々が憧れてやろうとしている仕事っていうのは、その入りたいと思っている若い人たちがいっぱいいるので、基本的に給料上がることはないです。美容師とかね、あの若いうちに一生懸命体力使って働いて給料上がらなくて、給料必要になって転職するっていうので、また若い人が入れてってぐるぐる回す業界なので、自分が経営する側にならない限りは難しいと思います。これでカラスになれますか。600カラスにはなれないんじゃないかな。そう、アニメもそうですね。アニメもめちゃめちゃ給料安いんですけど、はい。おいでよひげおやじの森ってアプリ作ったら売れる。ひげさんは買うんじゃないですか。あのひげさん自分のこと大好きなので、多分自分のことに関わってる何かとかだったら絶対買ってくれますよ。なんだね、ひげおやじの同人誌とか作るとひげさんは絶対買いますよ。うんこ味のレトルトカレーってそこそこ売れますかね。結構売れると思いますよ。あのひげさんみたいにうんこ食うの好きな人いるんで。好きではないな、うん、うんこ食ったことある人かな。あ、ごめんなさい、はい。女性の方が年収が低いから男性がおごるべきという人にどう反応しますか。別にその人の考え方だから好きにすればいいんじゃないの。だからそのほら、ひげおやじさんがうんこ食べたいからうんこ食べますって言っても別に僕止めないですよ。ああそうなんだ、うんこ好きなんだ、そういう顔してるもんねって言って止めないので、別にあの反論する必要ないと思うんですよ。その人がそういう意見を持っているということはその人の考え方なので。でそれを変えたいのであれば、年収が高い女性の場合どうしますかとか、女性が年収が高いかどうかどうやって知るのですかとか、そういう話をすればいいんじゃないですか。漫画村復活したんか。そうね。ね、漫画村、そう、あの一応その調査のために見たんですよ。あの、まあ、一応 IT 業界で生きる身として、僕ほらあのライターのようなこともやってるじゃないですか。だからその漫画村みたいな復活したということなので、そのどういうものなのか見たんですけど、で一応ドメイン名漫画村じゃないんですよ。その漫画村を運営してたと言われてる人の名前のドメインでやってるんですけど、で、まあ、ほぼスクリプトも一緒で、であの漫画の画像にあの漫画村っていうあのそのインというかスタンプが貼ってある画像があるんですよ。なので本当に漫画村のアーカイブをそのまま使ってるっていうのがちょっと面白かったです。はい、以上です。稼ぐことに一番大切なことは何だと思いますか。お金使わないことじゃない？あ、稼ぐなのか。あ、でもどうなんだろうな。したら、他の人よりも多く働くことじゃない？ひろゆきの好きな食べ物を教えてちょ。最近なんだろうな。最近はなんかヨーグルトとかクロワッサンとかになってますよ、僕。カネカのパタハラ騒動知ってる？炎上してからホームページの育休項目削除したやつ。あれでも多分カネカの人たちにとっては普通のことなんだと思うんですよ。そのカネカの社員の人が、子供が生まれたので、その男の人がね、育休を取ったんですよ。で育休を取ったらなんか転勤を命じられたみたいな。でその転勤なんかできねえからやめてやるぜっつってやめて、そんでそれをなんか奥さんがツイッターに書いて揉めたみたいな話があるんですけど、ですよね。あの結局その転勤は誰かが行かなきゃいけなくて、でその誰かを行かせようとするときに断りづらいやつに行かせようっていうのって会社としては至極当然な論理だと思うんですよ。
で会社としては誰か行かせなきゃいけない、でも全員やりたくないと言ってる。その場合ってじゃあ断りづらい条件あるやつ、例えばマイホームを買ったばっかりのやつ、借金負ってるから会社辞めるとかなかなか言わないだろうと、で子供産んだ人とかもそうだよねっていう感じで、その弱みを見せた人が優先的にそういう命令を受けるっていう状態になるのって多分他の会社と変わんないと思うんだよね。なので弱みを見せない方がいいんじゃないですか、会社には。はい、その何だろうな、昔の日本って会社ってある種のその家族とかコミュニティみたいな感じで、みんなで助け合ってやっていこうねっていう価値観で動いてたと思うんですけど、今の時代って結構シビアなんですよ。そんな余裕ないんで会社も国も。はい、ヒゲさんはどうして自分のことが好きなのですか、意味が分かりません。多分生まれ持っての才能じゃないかな。ほらゴキブリって自分のこと嫌いじゃないと思うんですよ。あの人間にすごい嫌われてもゴキブリはゴキブリとして多分その精神病んだりせずにその人生というか全うするわけじゃないですか。だからヒゲワイさんも多分その誰に嫌われようと人生を全うするんだと思うんですよ。そういう生き物なので黒いしね。ここを解説するひろゆきさんに相談したいときはどこに連絡したらいいの？すいません、僕はあの相談屋さんではないのでろくな答えもないので、はい、じゃあひげおやじさんに言ってください。じゃあ育休いらんやん。ね、育休は会社があげたいんじゃなくて、あげなければならない制度があるんじゃないか。弱みを見せたやつを叩くのは日本人いい国だね、まあ、そういう国ですからね。ひげおやじさんが同居したいと言ったら同居しますか。あ、するんじゃないですか。その分お母さんにその友達手当の増額を請求しますけど、はい。すいません、あの今ひげさん今生放送やってるよっていうコメントを見てちょっと、はい、いい人ですよひげさん、はい、ほんとね、悪い人じゃないですよひげさんはね、はい、すいません。神の存在を信じますか。その神というか理解できない何かによって起こるものはあり得る可能性があるなとは思ってはいるんですけど、ただ神様が仮にいるとしたらめちゃくちゃ嫌なやつだと思うんですよね。少なくとも僕は祈る価値はないやつだと思ってますけど、僕でもないじゃないですか。そのなんか例えば最近だとそのツイッターであのシリアの14歳の女の子が今日も爆撃されて友達が死にましたとか書いてるんですけど、そのそんな状況を作らないんじゃない、神様いい人だったらとか思うんですよね。よく匿名での書き込みは汚いという有名人がいますが、嘘や無責任な発言をメディアを使ってたのが総額質だと思うんですが、どう思いますか。どっちも悪いんじゃない。それにテレビ番組で占い師を登場させるとも嘘を広め金儲けの手助けをしているだけだと思うんですよね。上岡龍太郎さんが同じことを言って激切れしたことがあるんで、興味がある人は上岡龍太郎でググってみてください。痴漢関係のツイッターが最近話題になっていますが、どう思いますか。そうなの。あ、なんかあの安全ピンで刺すみたいな話。どっちもバカだよね。その要は、痴漢である証明ができない場合に安全ピンで他人を刺した場合ってむしろ傷害罪になるんですよ。で仮に本当に痴漢だったとしますと、で仮に本当に痴漢だったとして安全ピンで刺して俺は触ってないって言って連れてかれた場合って、痴漢は捕まらないわ、自分は傷害罪で捕まるわっていうのでめちゃくちゃきつい状態になると思うんですよ。なので僕はあれはちょっと頭悪いんじゃないかなと思うんですけど、普通にあの痴漢がいたら痴漢ですって言って捕まえて警察に連れ込むだけで十分だと思うんですけど、でその安全ピンで刺してもその痴漢やめるわけでもないし、あ、いたって言って終わってまた痴漢やると思うんですよ。でも警察に捕まったらさ、さすがにもうその刑務所入るかもしれないし痴漢やらないと思うので、安全ピン刺すぐらいだったら普通に捕まえた方がいいと思いますよ。先日最近政治に興味が出てきたアラサーです。あら、金融庁の年金制度限界なので国民は自助努力してといった内容に対してこれは信じているんでしょうか。麻生さん、麻生財務大臣ってねすごくいい人だと思うんですよね、正直な人って意味で。でその金融庁が言ってる年金限界はあの報告書通りで本当に限界なんですよ。でもなんかあのそれを認めちゃうと良くないよねって言って麻生さん確か撤回したんですよね、昨日か今日か。
なので、あの麻生さんは正直者なので、その老人が100歳まで来たら2000万円足りないっていうのは僕は真実だと思いますよ。はい。また国として獣医さんが世界でトップである日本政府の借金は日本円建てだから破綻しないというのを知ったのですが、本当と思っていいんでしょうか。思いたければ思えばいいんじゃないですか。そうじゃないと思って逃げてる人と、あのこの先どうしようって言って自分たちで予算を作ってる人はいっぱいいますけど、なんだろうな、その頭の悪い人って自分たちが幸せだと思うためにその状況の現実を認めないっていうのがあるんですよね。で、例えば日本政府の借金が日本円建てだとしましょう。で、国債っていうのをそのじゃあ銀行が買ってるわけじゃないですか。で、銀行のお金ってどこから来てるのって、じゃあ普通の日本人がお金預けてるわけですけど、じゃあその国債が下がりますって言った時って、国債が下がりますって時に銀行がその国債をそのまま持ってってお金がなくなったとしたら、今度は銀行の預金が払い戻しできなくなっちゃうんですよ。で、その国に、まあ、あの、日本銀行にお金を預けて、そのお金が結果として国債を買ってるんですけど、でそのお金なくなってもいいっすっていう人ってほとんどいないと思うんですよ、そんな金持ち。でその銀行に預けたお金が返ってくると信じてるわけで、でじゃあ銀行に預けたお金がもう返せません、なぜなら国債になったのでって言ったら、もう誰も銀行にお金預けなくなっちゃうので、そうすると日本の経済システム破綻しちゃうので、その日本円の日本国債っていうのは銀行が買ってるから大丈夫っていうのは、僕はそれは嘘じゃないかなと思ってます。もしそれ信じてるんだったら、そのお金全部普通に日本に寄付すればいいんじゃねえのって思うんですけど、だってその要は返んなくていいと思ってるわけじゃん、その日本、日本円として預けて返ってこないのも当然だと思ってるのであれば、それを主張する人ってその全財産日本に寄付したとしてもいいっていうのと一緒だと思うんですよ。あ、ちょっとややこしい話をしたの今。うちの町内に赤羽から流れてきた人がいるんですけど、ナモポのことを給料、パチンコのことを仕事と言っています。理由があって帰らないらしいけど、いいところらしいね赤羽。はい、赤羽っていいとこですよ。興味があったら赤羽来てください。ひろゆきは金を使わず溜め込んだまま死んでいくのですか。多分そうだと思います。だとしたらそれは無意に思いもの無意味に思いませんか。そうかな、別にそのなんだろう、そんなに無意味に思わないんだけど、お金を使うことが意味があるの。別にあの僕買いたいものとか食べたいものとか普通にあの買ったり食べたりしてるので、特になんか後でこれをやるぜって我慢して貯めていて、でその後でそれをやらなかったっていうので、そのお金がなんだ、その貯めたまま死んだら多分後悔すると思うんですけど、僕は割とその自分で食べたいものを食べてるし、買いたいと、まあ買う必要があると思うのは買ってるので、そんなにあのこのまま死んだとしても特に後悔する気はないのですが。